16号整形外科山田詩織枕研究所の山田詩織です。今回はスマホ首とはということで、オーダーメイド枕の有効性、枕とスマホ首についてお話をしたいと思います。よろしくお願いします。スマホ首っていうことはよく最近聞くようになりましたよね。どんなイメージ持っていますか？やはりこうスマホを、かがんでみて、ずっと固まっているような姿勢というイメージですね。そうですね。まあ、こうスマホを持つときどうしたってこうやっては持たずに猫背になって前にかがんでスマホを持つ、この姿勢そんなに短時間では終わらないじゃないですか。どうしても30分40分、ひどいと1時間2時間動画を見ちゃったりとか映画を見たりとか、まあ、いろんな使い方あると思うんですけども、ついつい長時間になりがちです。そんな時の良くない姿勢、それが、まあ、スマホ首なわけですね。でもこのスマホ首という言葉、医学的に定義された言葉ではないんです。私が調べた限りでは、いつ誰が この言葉を作ったのか、そしてその語源、どういう意味があるのかという明確な定義は見つかりませんでした。逆に、どうしてもスマホ首っていう言葉を聞いた時、皆さんとってもイメージしやすいので、その、認識しやすい、イメージしやすいという言葉から、急速にこの多くの人々に言葉が広まり、逆に現在では科学者や、研究者、そして医者などがスマホ首について研究した方がいいねという気風になってきているっていうのが現状なのではないでしょうか。では今日はこのスマホ首、図解しながら進めてまいりましょう。どうですかね、こういう、イメージですよね。はい、はい、そうですね。スマホ首っていうとどうしてもうつむくっていう感じがすると思うんですよ。一方でストレートネックっていう言葉、こんなイメージですかね。首がまっすぐなっている感じですね。はい。一方、良い姿勢で眠るとき、このときは、こんな感じのリラックスした姿勢になっています。これらの関係についてこれから詳しく述べていきたいと思います。頭が前にかがんで首が後弯してしまうとですね、この中身にある首の骨、頸椎と言います。こんな形になっています。この頸椎とその後ろにある首の脊髄神経、これがどんな形になっているか図解してみます。この中には、骨があるわけですが、7つ骨があります。拡大して書くと、後ろに後弯していますので、こんな形で7個骨があるんですけれども、どうしてもこういう格好になりますと、その後ろにある神経、脳からつながる神経、こういうふうに神経があるんですよ。これに対してどうしてもこの辺りが思いっきりぶつかるじゃないですか。前腕、前にカーブがあればぶつからないのに、後ろに反る、後腕になるとどうしても神経に当たりやすくなる。さらにここに首が悪い、例えば椎間板が飛び出しているヘルニアなどがあると、それは首に当たってきますよね。ですので、首のこの姿勢っていうのが首の大事な神経に影響を及ぼし、いろいろなさまざまな症状が出る原因の一つになるということが考えられます。4つの姿勢、この中でも後ろに反る後弯、つまりスマホ首の姿勢というのは決していい姿勢ではないわけです。皆さんも直感的には気づいていたかもしれませんが、このように図解してみるとよくわかるかと思います。ではここでスマホ首に関して重要な論文が2014年に発表されたんです。ご紹介しましょう。ニューヨークの脊椎外科医であられる
ケネス・ハンスラージ先生という外科医の先生が2014年サージカルテクノロジーインターナショナルというところの雑誌のボリューム25に発表された、頭のこの重みが首にかかる、負担がどのぐらいあるのかというのをさまざまなポジション位置によって研究したものです。こちらをご覧ください。頭の重さ、成人ではおよそ、4.5 から 5.4 キロぐらいとされています。平均値ですね。それが15度傾くと首の負担 12.2 キロになります。30度傾くと 18.1 キロ、45度傾くと 22.2 キロ、そして60度ぐらい傾くと、こう思いっきり傾くと 27.2 キロ、およそ30キロ近い重さが脊椎にかかってくるんですね。このスマホを持った時の首の傾きがどん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 深くなっていくと、脊椎の負担もどん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 増えてくるということを、CAD という、コンピューターシステムを使ってしっかりと科学的に検証された論文なんです。先生、ではこのスマホ首どうすれば治るんですか？実はとっても簡単なんです。それは姿勢を正すという意識が一番大事だと私は考えています。まずこの結果、ケネス先生の結果を聞いてどう思われましたか？はい、この60度傾いただけで27キロも負担がかかるっていうのに驚きました。そうですよね。27キロといったらお米の袋、30キロぐらいのお米の袋を背中に背負ってるような感じですよね。そうですね、わかりやすいですね。10キロのお米だって重いのに、それを3倍も持ったら背中は本当にこんなずしーっときますよね。じゃあその姿勢を正すために正しい意識を持ってほしいんです。まずいいですか、姿勢、胸を起こしましょう。胸を開きましょう。お腹を引っ込めましょう。そうです、深呼吸してたくさん酸素を吸った時のような伸び伸びしたこの姿勢、この姿勢が維持できれば頭の上に置いたリンゴも落ちることなく重心線が1本通った正しい姿勢となるわけです。では座ってみてください。実際にスマホ首の時のうつむいてしまっている姿勢を、このように肘にこのようにクッションを置いてちょっと目の高さに持ってきますね。これだけでうつむいてた首がまっすぐに戻るじゃないですか。ちょっとした工夫で目の目線、姿勢を変えることができるわけですね。あ、先生、この姿勢は楽ですね。だいぶ楽ですか？はい、自分姿勢を起こしただけでも違うじゃないですか。負担がかかってないと思います。そうですね、はい、このように首の筋肉が緊張しているのが取れて楽になるには、軸が1本整っている姿勢っていうのがとても大事です。はい、先生、スマホ首には夜の枕はどういうふうに調節したらいいんですか？いい質問ですね。もちろん起きている時の意識も大事ですが、寝ている時のこの枕、これがなぜ大事かというと、どうしたってスマホ使わずに現代の生活はできません。使ってしまって疲労した首、もしくはそれを予防するためにも、夜間しっかり自分に合った枕を使うことで首の筋肉を取ってあげる、もしくは症状が出てもリセットして元にいい状態に戻してあげることが大事なんです。枕の調節の仕方は別の動画で私たち説明していますので、またそちらをご参照ください。スマホ首、本日詳しく説明してまいりましたが、大事なことは2つです。日中の良い姿勢の意識を持つということ、もう一つが適切な枕を使ってスマホ首で起こってしまった症状も必ず翌朝までにリセットしていい状態に戻すこと、この2つやってみてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。